アメリカ生活はなかなか慣れんな。考えてみたら英語なんて1ミリもやってこなかったからな。おい、つかみしたお前少しは英語できるんだろまあね、少しだけど。いいスパイク見つかったかいや、これがなかなかいいのがなくて。てかなんて書いてあるのかわからん。どれこれ,これ、これサイズいくらだこれは、お君は、えち、ちびじろさんおう<ー>、岩五郎くんとそのバッテリーのつかみしたさんだよね。そういや、うちと同じメジャーリーグのドジャースに入団したと聞いたけど。おう、こんなとこでうとト。は何を探してるのう、その、 アディダスの軽くて丈夫で、あとポイントを変えられるやつが欲しくて、組む、それだと。いや、無事に変えた。う、結局時間あるからお茶することになった。すごいね、昔から小岩を投げて狩りをしてたんでしょそうなんです、ははは。ちびちろさんも2歳の頃からバッティングセンター行ってたとか。まあね、僕はほとんど覚えてないけどね。しかし、つかみしたさんもよく岩五郎くんの投球が取れるね。グローブは大丈夫なのはい、アメリカ軍の防弾チョッキで使われてる素材をそのまま使ってるので、ロケラにも耐えられます。すごい。ちびちろさん、うん。あの、対戦の日。 どうでしたかお,おい岩頃いや俺は聞きたくてどうしてもいやいやもちろん聞いてくれて大丈夫だよあれはすごかったね僕でもボールが追えなかったのは久しぶりだよ炎の球に分身魔球雷すら発生させるのもあったね実はあれから僕は僕でまた新たな練習を始めたよ炎にも雷にもそれこそ分身魔球にも対応できるようにうやはり練習内容は公開できないけどねですよねよかったですいやあのままちびじろさんが終わるわけないと思ってたし僕ももう一球投げろと言われたら無理でしたうん 岩黒くんはまだまだ若いから、いくらでも伸びしろあるよ。共に日本人同士でメジャーで活躍していこう。そしてつかみし下さんも、ありがとうございます俺ら、絶対にチビジロさんを完封しますうん、負けないよよし、じゃあまた会おう。はいありがとうございましたふっ英語が分からず迷っているところ、スパイクを選んでくれて、店まで連れてってくれて、敵なのに至りり尽くせりだな。ああ、まあそれとこれとは別だ。俺はやるぜおおあ、これはあ、伝票まだ残ってる。あ、チビジロさん伝票そのまま置いてった。 毎日投稿頑張りますぜひよろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。